足が多分ヒールタアップでやっちゃうとできなくはないんだけど、結構体重がかかるんで、バスラがで、バスラヒールダウンでやると、ヒールアップでやっちゃうと全部バスラ押さえつけになっちゃうじゃないですか。でボサノバの場合はやっぱスルダの関係上、ウッドベースでやってみると分かると思うんですけど、結構消しちゃうんで音を。だからもう本当にこれぐらいでいい。だからヒールダウンにして、でこの間のセミナーでも言ったんですけど、バスドラの方でリズムを作ってほしいんで、バネっていうのは外しても演奏できるでしょ。僕多分そういう動画出してるけど、外したら帰ってこえへんなった時困るだけやから、それの補助やと思ってもらって、バネはなくてもできるぐらいのイメージでできるといいと思います。こっちを聴いちゃってる感じがするんですよね、じゃなくて、演奏する前に結構イメージを強く持ってもらって、で、もうカウントし始めた時からずっともう呼吸が最後までこうずっと行くイメージというか、一回も止まらないので音楽は、始まったら、で呼吸吸う場面とかもちろんあるけど、ずっとこう回転し続けてるので、音楽ってずっとずっと流れてるので、そこに一個も間がないと思って演奏しないと、ちょっとあれかなと、グルーブしないかなと、だからずっと続いてるっていうイメージを強く持ってほしいなと思いました。いい。ワン、ツー、スリー、フォー、ドン、ツー、スリー、フォー、ドン、ツタタン、タドン、ツタタン、タって感じがするのよ。でそれをなんとか、ドン、ツタタン、ツタ、ドン、ツタタン。まあ、インツーになることだよね。インツーでちゃんと、こう横で取れる。だから普段これって、ドラムを叩くときじゃなくて、曲聴くときとかに体を動かしてみると一番わかりやすいと思うね。ベースで4ビート取るときに、次のコードに行きたいときに半音下とか半音上にアプローチすることって、4拍目に半音下、半音上にアプローチすること多いじゃないですか、次のコードをね。そういうイメージで、同じようにコードトーン、もちろんルートも含めて、コードトーンの1個下とかから、例えば C やったら、C、ドー、まあ、これあかんわ、口で言われへんわ、半音上やから。ドゥッティン、ドゥッティン、ドゥッティン、ドゥッティンみたいな感じで持っていけるのも面白いかなっていう感じ。半音下っていうのはクロマチックアプローチって言って、半音上でもいいんやけど、半音上でもいいです。半音でも下、まあベースラインは下からの方が、はい、下から行って、まあまあ綺麗に降りてくるとかの方が、上がりは上がりで揃えといた方がかっこいいかなと。要は強拍じゃなくて、ベースラインで4つ目やと弱拍になるでしょ。弱拍ってアプローチノートやから、次の音に向かう音やったら何でもいいので、半音下半音上はすごく近いから絶対どれ使ってもいいんですよ。なのでダイアトニックから外れてても全然関係ないって感じ。聞いてるっちゃ聞いてます。聞いてない、なんていうかな、かといってバスドラに完全にシンクロして合わせに行こうとは全く考えてないです。ドラムもそうで、ベースに対して多分自分のバスドラは自分のベースラインなんで、そこやね。で、相手のベースラインと多少ずれててもアンサンブルしてるところやったら構わへんけど、どう考えてもこのバスドラとベースラインがずれてるってなるとギョッとするんで、その時は修復に向かうって感じ。よくあるのが16裏なのか8裏なのかとかはやっぱ大事ですから、そういうのはやっぱ合わせに行きはしますよね。そうだから、自分が8分裏っていうのは8ビートでこうやって弾いてるのに、ベースがドンドドンドンドドドンみたいなのはできへんやんか。だからそこは自分が弾きやすいところに合わせるって感じやんな、はい、一緒に歌える感じのとこに合わせる感じ。昔はだから、そう、一時期さ、ジェネシスの頃とかさ、バスドラとベースラインが全くシンクロしてないけど、ありましたね、あれはあれでその一つの音楽やけど、そうですね、あれ結構ベースが裏のこう引っ掛けやってても、はい、ドラムなしでも全然平気、全然いいです。だってそうでないと、もうベースもうドンドンドンしか弾かれへんくなるからね、だからターゲットノートが一緒やったらいいし、
次のターゲットノートに向かう中間って考えたらそこはずれてても構わへんし、はいはいはい、うん、要するに同じパターンでも、うん、その合わせに行くとお互いグルーブしないですよね。そうなんよ。そうそう、だからさっきも僕言ったけど、あのずっと続いてる中の自分のフレーズが合うのかどうかがポイントで、うん、合うこと自体が悪いわけじゃなくてバッチリやっててもいいけど、同じこう歯車の中でこう合うことが大事で、うん、合わせに行くからダメなわけで、要するに、うんうん、でぐるぐる回ってる中のこの歯車がバッチリあって、あのジェネシスみたいにずれてないのは、あれは正解だと僕は思うんですよね、うんうん、っていうイメージだと思います、うん、そうね、うん。うん、高さにもよるかな。高さだね。高さかもね、うん、あ、そうやな。だってそもそもコードトーン合わへんかったらソロなんかできへんもんな、はい、うん、しジャズの場合はね、ランニングしまくってるから、もちろん、ね、動きまくってるんで、うん、だから動いちゃダメだっていうイメージは違うよね多分ね、うんうん、ただ音数が多いとうるさいっていうのはあるよね、そのそれは内容によるよね、うん、割とこうみたいなイメージで弾いていると思うんですけど、はい、これも別にそんなこともやめちゃって、はい、みたいにこう割と A メロでシンプルに弾いてみた方が、はい、なんかこうせっかくボーンって音がするのの、はい、良さっていうのを出した方が、はい、おもろいかなと。ありがとうございます。もうちょっとだけ下で弾こうかな、この辺に。つい上がっちゃいますよ、ね、そうですね、だんだん上がってきちゃうんですよ。あ、ピッキングだよね。ピッキング、そう、あのピッキングじゃもうちょっとなんか音が立つといいかなって思います、はい、どう作り込んでいくかというセンス作りなのかなといろいろ考えているところです。難しい質問やな、うんうん、あのまあその例えばあのジャズっていう、まあ、一つのまあ、中でこの曲ボサノバの曲を捉えるということで言うと、あの、まあ、もちろんその要するにインスケールっていう話なんですけど、今言ってたのは、うんうん、要するにこのインキーの中で、まあ、どうやって歌うかとか、うんうん、あのまあそのリズムつけたりとか、うんうん、あのってことになるんですけど、うんうん、まあ、結局そのジャズって何をしてるかっていうと、あのいかにまあコード感を出すか、コードの流れを出すかっていうのがあるんですよね、やっぱり、うんうん、なるほど。でいくら、まあ、メロディーでシンプルに歌ってる部分があるとはいえ、やっぱコードをすごく意識してるんですよね、うん、そうね。で、うん、センスでメロディーを弾く、っていう感覚でも全然いいんですけど、あの例えばよくあるパターンで言うと、あのその最初のコードが変わるときにコードとノートを弾いてやるとか、うんうん、分かりやすいところで言うと、うんうん、っていう風にそのガイドしていかなきゃいけないですよね、うん、なるほどね、うんうん、だからそこが、まあ、ジャズっていう一つの、まあ、肝っていうか、まあ、ジャズだけじゃないですけどね、うん、いい、まあ、分かりやすいソロというかいい内容のソロを弾くにはやっぱりそのコードの変化していく音にどうついていきながらそのインスケールを弾いていくかっていうのが結構重要で、うん、さっき僕がポイントだとこの曲で思ってるのは、うん、あのさっき言ったようにドミナントモーションでその質問した人が言ってるオルタードスケールで緊張感って言ってるんですけど、これもちろんそうで、うん、あの5-1になってるとか常にオルタードスケールっていうのは使えるから、うん、それをどんどん使っていけばいいんですけど、うん、あのまあ、さっき言ったようにどう着地するかっていうのはすごく重要で、とにかく、うん、とにもかくにも、うんうん、でそのオルタードで緊張感を弾いた後にちゃんと、まあ、解決するのか、トニックというか、うん、そのヨド進行した先に解決するのかっていうことが、まあ、大事なポイント。まずバッキングはですね、あのリズムはあのすごく良かったと思うんですよ。あのボサノバっぽいリズムパターンがすごく出てきてたと思うので、そうすると今あの音域がちょっとあの低すぎるかなと思いますね。低かったな、はい、そういう場合というのはそうですね、あの真ん中のドのすぐ目安ですけど、真ん中のドのすぐ下のミとかファとか、せいぜいこのあたりがまあ一番低い音になるかなっていうのがまあ大体の目安です。今すごくいろんな音域を使えているし、こうあのオクターブのブロックコードの奏法とかもいろいろできていてすごくいいと思うんですよ。なのであのせっかくそれだけこういろんなネタでこう弾けるのであればですね、例えば、まあ、この楽譜リハーサルマークついてるじゃないですか。こういう切り替わる
要点からこうパッてこう弾き方を変えるというか、そういうことができてもいいんじゃないでしょうか。こんな風に、まあ必ずではないんですけど、こういうサビに行くよっていうこう部分からこうパッて切り替えたりとか、まあ逆でもいいですよね。逆に A メロをすごくこうブロックコードで盛り上げた感じで弾いて、サビはちょっとこう落とすというか、でそういうことをですね、これから盛り上げるよ、盛り下げるよっていうのをこう匂わせつつこう弾くと、ドラムの人とか他の人がついてきてくれるんですよね。そうするとこうよりメリハリのある演奏になるし、なんかこう一緒にやってる感がすごく出てくると思うので、そういうふうになんかこう、他の楽器の人を焚きつけるような、なんかこう、こういう演奏にしないみたいな風にするアプローチができると、もっとなんか面白くなるんじゃないでしょうか。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えているかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。